目指せ都の西北奨学金は、早稲田大学を志望する受験生とその保護者にとって非常に魅力的な奨学金制度です。一都三県以外の国内高等学校出身者で収入要件を満たすご家庭を対象に、入学後の経済支援をお約束するものです。まずこの奨学金は給付型なので返済の心配がありません。入学前に申請から審査まで行われるため、採用候補者となれれば安心して受験勉強に励むことができます。そして採用者数は1200名と多く、幅広い受験生に支援を受けるチャンスがあります。次に給付金額は学部によって異なりますが、例えば文学部の場合、年に45万円支給されるため、年間約129万円の学費負担が84万円に軽減されます。いずれの学部に入学しても学費の35%から40%が給付されるので、経済的な負担が大幅に減ります。さらにこの奨学金は4年間継続して支給されます。各学年で家計状況及び学業成績による継続判定が行われますが、努力を続けることで安定した支援を受けることができます。この奨学金により経済的な心配を減らして、夢に向かって一歩を踏み出しましょう。ぜひ目指せ都の西北奨学金について詳しく調べてみてください。